こんにちは。スマホアプリでよく流れる広告動画のバツがうまく押せない折り紙パンダです。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルではシンプルで可愛らしい作品からリアルで複雑な造形のかっこいい作品まで、いろいろな折り紙作品を動画で分かりやすくご紹介しています。折り紙に興味のない方にも楽しんでいただける内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、紹介する作品については作者の方への敬意、その作品における著作権保護などの観点から折り方の詳しい解説を省略しております。ご理解のほどよろしくお願いします。また概要欄には目次も載せております。お忙しい方は見たいチャプターを選んでご覧ください。さてさて、本日ご紹介するのは、まるで僕のようにとってもジェントルなジェントルドラゴン、小松秀夫さんの作品です。この作品の難易度は5段階表示で2、推奨の折り紙サイズは35センチとなっています。皆さん、お手元に折り紙のご用意はできましたか？ではレッツパンダ。はい、それではジェントルドラゴンを折っていきます。まずは四角方向に折り筋をつけて、4つの角を中心に合わせて折っていきます。半分に折ります。ついている折り筋で角を中割り折り、真ん中の折り筋に縁を合わせて折り筋をつけた後、縁をめくって今つけた折り筋で平らになるように折っていきます。この交点を支点にして、こちらの角を引き上げるようにずらしていきます。内側の縁と外側の縁が揃う位置で折っていきます。角を下へ折り下げます。この交点とこの角を結ぶ線で中割り折り、縁を起こして平らになるように折りたたんでいきます。この交点とこの角を結ぶ線で中割り折り、半分の角度でさらに中割り折り、角をつまむようにして反対側へ折っていきます。目いっぱい開くところまで開いて、この交点とこの角が合わさるように折り返します。反対側も同じように折って角を内側へ折り込みます。この交点を支点にして内側で段折りしていきます。全体的に形を整えたら、はい、これでジェントルドラゴンの完成です。今回折りましたジェントルドラゴン、やや小ぶりな翼、重量感のあるタイク、長い首と尻尾、小さな手と安定感のある太い足、一般的な二足歩行型ドラゴンのイメージを忠実に再現したこの作品、リアルな造形と折り紙らしい直線的な美しさを併せ持つ両作、角と角を合わせる、縁と縁を合わせるなど、そうしてできる基準線を使って気持ちよく折り進められるのも大きな魅力の一つです。作者の小松秀夫さんは1977年生まれ、なんと3歳の頃から折り紙を始め、現在に至るというまさに折り紙人生そのもの。高校時代に愛読されていた折り紙の機関誌をきっかけに折り紙探偵団に参加、メンバーとの交流を深めながら本格的な創作活動を始められたそうです。22.5 度という角を多用した幾何学的な美しさを持つ詩の作品の数々は、リアルとデフォルメを高い次元で融合させた名作揃い。その独創的な作風は国内外からも評価が高く、現在も第一線でご活躍されています。また折り図の制作技術にも定評があり、多くの折り紙書籍の折り図作成を手掛けているという非常に才能あふれる方、
フォールド・アンフォールドというブログも執筆されています。とても読み応えのある面白い内容となっています。興味のある方ぜひ覗いてみてくださいね。小松秀夫さん、僕の最も尊敬する折り紙作家さんの一人です。本日折りましたジェントルドラゴン、こちらの折り紙ドラゴンズプレミアムという本に詳しい折り図が載っています。他にも魅力的な作品がたくさん載っているめちゃくちゃおすすめの一冊、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひお手に取っていただければと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、ためになった、折り紙を折ってみたくなった、そんな風に感じていただけたら光栄です。皆さんからのご意見やご感想いただけると今後の動画作りの大きな励みとなりますので、よろしければぜひコメント欄にお寄せください。本日はこれでおしまい。先日会社の仲良しな後輩に僕が YouTube をやっていることを打ち明けました。すぐに見てくれたらしく、翌日僕の顔を見るなり、見ましたよ、すごいですねと満面の笑顔で動画の感想を一つ一つ丁寧に僕に伝えてくれました。後輩曰くエンディングトークにすごい懐かしさを感じたとのことでした。懐かしさ？昔仕事中によく2人でああだこうだと雑談してたじゃないですか。あの時の空気感そのままでしたもんとのことで、まあ言い換えれば良くも悪くも変わっていないということ。ただこの YouTube という場で素の自分を出せている、それがなんだかちょっぴり嬉しかったです。いつも動画を撮っていると、もちろん今この瞬間もなんですけども、実はすごく緊張してしまってうまく話せないことが多いんですけども、なるべくリラックスをして等身大の自分で発信できるように精進していきたいと思っています。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね、バイバイ。